本校では、チリ国鉄に在籍している、もしくは在籍していた電車について記述する。チリ国鉄の後期路線は、同国のバルパライソ州以南、首都サンティアゴでチレの南北を結んでいる。そのうち、第8州までは、幹線が電化されている。最初の区間が電化された時期は1920年代で、河川電圧は直流 3000V となっている。チリでの鉄道における、 旅客輸送の半数以上は現在、電車によって行われている。なお、チリ国鉄は上下分離政策により施設の保有と開発を担当する機能だけを残しており、列車の運行はいくつかの子会社により行われている。以下で述べる車両のうち S とルは日本製である。1939年から1942年にかけてドイツで産業12編成の 三3 6両が製造された、チリ国鉄発の電車である。購入は、現金と大量のレンズ豆をドイツへ送り、それと交換する形で行われた。車内の座席は、モケットキ地張りの転換クロス式。先頭電動車2両が、中間付随車を一概し2両中間に連結する、ことで一つの編成が出来上がる構造を採用しており、中間車と中間車の連結部分には、 連接台車が設置されている。1923年に連化されたサンティアゴ・バルパライソ間の高速輸送及び、サンティアゴ近郊輸送とバルパライソ近郊輸送を担当することが導入当時の役目であり、12、編成すべてが1942年前後までに運用に入ることを予定していたが、実際に1942年から運用に入ったのは1940年に、 地理に到着した数編成のみであった。残りの編成は第二次世界大戦に巻き込まれてしまい、ナチスドイツのプロパガンダが書かれた目隠しを施され、ナチスドイツの専用列車をとして偽装し、公主輸送によりドイツを縦断、積み出しを行う予定であった。イタリアの港へ向かっていたところ、戦局の急激な悪化により輸送の継続が困難とされ、 スイス国内で輸送を一旦打ち切られ現地の休止線で保管された後、戦争が終わった後の1946年に再び輸送を再開し、チリに到着した経歴機を持つ。サンティアゴから幻覚間が南へ伸びるとともに、この AM も運用範囲を広げ、最終的には南の手向コまで運用されるようになった。それと、平行 C 輸送を力強造を図るために一編成に、 月中間付随車を1両増結し4両となった。最終的には、すべて、1976年から1977年にかけて、当車両を置き換える目的で、アルゼンチンより後日のアイスが、海上輸送により到着し、同車の運用入りが始まると運用が順次減少。1980年代より老朽化による廃車が開始されたが、 廃車を免れた編成や車両も存在した。4両に編成は客車に改造され UR-1UR-2 として2002年まで活躍。客車に改造されなかった一部の編成の先頭車はパンタグラフもそのままに1両で走行可能なように台車位置を変更した上で河川の状態などを検査する事業用車両に改造された。 チリ国鉄は2019年現在も、このドイツ製 AM を記念に保存している。1961年1962年に、後日のアマゾンと同様、イタリアで製造された電車で、同国ナポリのイマーム・アイルフェールで4両号編成が製造された。形式の AM が示すように前述のドイツ製 AM の造備車であり、それと区別するために AM イタリアーノと呼ばれる。 すりかけ駆動の手電動機やモケット張りの転換クロス式の座席、編成もイコライザー式の連接台車を使用するなど、前日のドイツ製 M との共通点が多く見られるが、新たに前面の貫通扉上に行き先や列車種別を示す方向膜が設置され、車体外装下のヘッダーがなくなるなど新技術も多数取り入れられている。1962年より運用を開始し、 ドイツ製 AM と同じく主にサンティアゴ・バルパライソ間やサンティアゴ・ランカグア間の運用についたが運用によってはサンティアゴ・タルカ・マイナスチジャンの間の普通列車にも使用された。しかし1980年代になると当時のピノチェット政権の政策により国の経済が悪化し製品や部品にかかる費用を十分に用意できず自走が不可能な状態になった。 そこで5編成のうち AM-22AM-24AM-25 は運用離脱、残りの AM-21 と AM-23 は運転台と車内電源供給用のパンタグラフは残しつつ、車体や車番もそのままに機関車に牽引される客車となった。客車となった後も引き続きサンティアゴタルカチジャン、コンセプシオンで運用され、 1990年代後半には、ビオビオ州内の普通列車、コルトラハの運用についたが、後日の UT-440 が、バルパライソのメバル及び、サンティアゴのメトロトレンに導入されたことにより、より新しく自走が可能なアイスとアイルが、同州に玉月きで転属。同じくコルトラハの運用についていた、前述のドイツ製 m と共に置き換えられ、 2002年に現役を退いた。本形式は最初に離脱した三編成を含め大半が民間に売却もしくは保管され、その中には鉄道愛好家などにより住居や事務所に改造されるなど第二の活躍をした車両も存在し、それらの一部は現存する。1961年1962年に前述のエームイタリアーノと並行してイタリアのブレーダで アマゾンマイナス51から53の4両3編成が製造された電車である。構造はベースとなった前述の AM2 形式と同じく先頭が電動車で中間が不随車となっているが、こちらは名前の最後に Z の頭文字がついているように特急など優等列車に使用するための設備が整っており、冷房装置が設置され、座席は 大型のモケット張りのものとなっている。窓は一部を覗き固定式であり、車内側にはベネシャンブラインドも設置。また中間車のうち一両にはバーカウンターがあり、食事を提供することが可能。台車は AM2 形式と同じく連接のイコライザー式を採用した。運用範囲は前日の AM2 形式と同じであるが、停車駅の少ない運用に使用された。 1973年に、同じ社内構成の造備車として、後日の日本製の S が登場したことから、優等列車用電車の形式名を S へ統一することになり、1980年前後に S-51 から53へ変更されたほか、前日の AM イタリアーノと同じく1980年代、後半に運転台などはそのままに客車として使用されるようになり、 従来の中高の他に、サンティアゴ・コンセプシオン間の夜行列車にも使用された。その後、工術ノッツ -444 の導入で、運用に余裕が生まれた、日本製の S に役目を譲り、2002年に引退したが、引退後はアマゾン -51 が、テムコの鉄道博物館に屋外展示されており、近年電車時代の姿に復元がなされている。 1973年に日本から24両が輸出された特急電車である。S とは、オータモターアレクトラコゼローンの頭文字であり、川崎重工業で4両4編成の16両、日立製作所で同2編成8両が製造された。後述するアイルと共に輸出の中解役となった商社である、日商岩いが現地ではしばしば製造元だと勘違いされる。 編成は MCRRMC MC の4両編成で、R 車はバー付きサロン車となっている。座席は日本国鉄の電車のグリーン車並みの5段、リクライニングシートで足掛けもついている。サロン車には本格的な料理を調理可能な厨房もあり、また同車の客室には座席が向かい合う中央に取り外し可能なテーブルを設置することができる。 客室側面の窓は二重の大窓で、ベネシャンブラインドを備える。水線の便所は循環式である。客室天井の蛍光灯はグローブに覆われているが、予備の白熱灯を備えており、夜行列車での運用にも適応する。前面窓上部には、春光当時には、方向膜が存在したが、後に埋められて、そこに編成番号が表記されるようになった。汽笛は低温かつ、 ワ音ンのホーンである。パンタグラフは、菱形の大柄なものが両先頭車に各一機取り付けられているが、普段は進行方向の一機のみ上げて使用する。コイルバネ式の台車は、電動台車の場合重量が1台10トンを超えるというもので、剛性が高く、後期のスペース上の制約ゆえか、揺れ枕釣りが台車枠の内側にある。通常は四両で運用されるが、ごく稀に、 R 社を抜いた産業でも運用される。一時期は、最後部に別の客車を増結して使用される運用も存在した。ほか、一部編成には、非電化区間にディーゼル機関車の牽引で直通するため、床下に、車内電源供給用の発電機が搭載された。政府の財政状況から、軌道の状態が劣化し乗り心地が悪くなっていた、サンティアゴとちゃんの間の軌道改良が、 日本政府の援助により2001年に完成し、同区間で本来の速度と乗り心地を取り戻した。登場以来何度か車体や車内の改修を受けたが、後継車両に当たるつマイナス444が導入されてからは運用に余裕が生まれ、前日のアマゾンに代わり主にサンティアゴとコンセプシオンとの間の夜行列車、オータモターのクトゥーノに充当されたが、 同列車が廃止になると予備車の扱いとなった。2009年、走行中の S-43 の片方の MC 車の主電動機を駆動させる w n 継手が老朽化によって破損、主電動機と共に落下し、その衝撃で脱線する事故が発生。この事故の調査の結果、原因は台車及び主電動機の老朽化であるという結論が出され、翌2010年に、 通常の運用から知り添えた。37年間の中で、全六編成のうち、s 四十三のコンセプシオンより MC 車、s 四十六のサンティアゴより MC 車と s 四十五の R 車が、事故により運用を一足早く離脱した。s 四十三は、事故で損傷した方向の MC 車を s 四十六の損傷していない方の先頭車と交換して、 復旧したものの、OS-45 と S-46 はそのまま、復旧せずに廃車となり、部品供給用車両となったほか、現役を続けた4編成に対しては、S-444 の予備車として運用するため、編成中の1両の座席配置を通路を挟んで2から、2から2から1へ変更し、合わせて、頭部分の座席も S-444 と、 同様のものへ交換した。2010年以降は、すべての編成が、サンティアゴの車両工場で保管され、部品供給用となったに編成は、解体が行われたものの、S-44 は、きれいに整備され、時折、サンティアゴ中央駅等で展示されているほか、前日の座席交換で発生したと思われる、従来からの座席は、スペイン国鉄から購入した1万景客車に、 設置され、コチスーペルサロンとして、サンティアゴ・コンセプシオン・テム・交換の不定期、季節や高列車に連結、使用されている。S に先立ち、1972年に、日本から4両8編成の合計32両が、輸出された近、金、中距離用電車。アエルとは、オータモター・エレクトリコ・ローカルの頭文字で、車両製造の内訳は、 川崎重工業が4両5編成の20両、日立製作所が4両3編成の12両である。編成は前日の AM に形式と同様の MC、RRMC の4両であるが、連接台車は採用せず、1両につき2つの頑丈なボギー台車が設置されている。車内はビニールレザー張りのセミクロスシートで、クロスシートの部分は転換式となっている。 天井の蛍光灯はグローブ付きであり、乗客用の側扉は両開きの自動ドアで、車体の片側に、中間車には2箇所、先頭車には5位寄りに1箇所ある。また、これらの仕様も前述の AM に形式と共通している。1972年に日本で製造された後、商社日商祝いによってチリへ輸出され、バルパライソにおいて、 陸揚げが行われた。このことから、現地においては、S と共に、日照祝いが、製造元と誤解されることが多い。本形式は20年中でも、サンティアゴでは、同地を発着する、近、中距離電車が1990年より、サンティアゴ地下鉄と連携する形に再編されることとなり、同時に、メトロトレンという愛称が付けられ、それに使用される、 本形式のうちの数編成は、車体全体を水色で塗装し、車体中央に白色の斜め立て体が入ったメトロトレン独自の塗装をまとい、斬新な見た目となった。また、この時点において、アイマイナス32アイルマイナス33は事故で、先頭車及び中間車の側面のクラッシャブルゾーンが大きく損傷し、1990年代後半までに廃車となったほか、 1995年から1996年頃にかけてアマイナス31が運用から離脱している。2001年頃にアマイナス31.3536.37は後日の UT マイナス440に追われ、ビオビオ州のコンセプシオン近郊でビオトレンの普通列車として運用されるようになった。このうちアマイナス31は、 他の三編成への部品供給用である。その後も、アエル -34 とアエル -38 が波動用車両としての役割を兼ねつつ、メトロトレンの予備車として活躍を続けていたが、最後の編成となったアエル -38 が2007年に引退した。同社は離脱後は、サンティアゴの車両工場に留置されている。また、 ビオトレンにおいても UT-440MC が導入及び転入すると余剰となり、最後の編成となった、IL、アエル -37 が2012年を最後に運用を退いた。アエル -37 は引退後もビオトレンの車両基地に留置されている。1974年に製造が開始され、1976.1977年に、 イタリアのフィアット社がアルゼンチンに持つ子会社のコンソーシアム名であるフィアットコンコードの名義によりフィアットの現地間接市会社であるマターファーで完成した電車である。編成は MCTC の2両1ユニット構成でありアイス -1 からアイス -20 までの2両20編成計40両が製造された。 アイスとは、オータモターエレクトリコサバーブのの頭文字で、前述の各電車と同様の命名法を採用している。1971年に入札とその条件の提示が行われ、日本、フランス、イギリス、スペイン、インドイツ、イタリア、アルゼンチンの鉄道車両メーカーが競争した結果、その中でアルゼンチンのメーカーが、イギリスの電気機械メーカー GEC と協力し、 勝利を収めて見事に落札したものの、発注元の地理で発生した製片などの関係により、製造開始から完成までに最低で2年がかかったという。全面の顔のデザインは前述の AM イタリアーノに似たものになっており、日本の小田急電鉄の初代小田急電鉄4000型などに見られる、いわゆる小田急顔にかなり近いものである。なおバルパライソのメバルでは、 アイス -17 及びアイス -18 アイス -20 が MCTTC の3両を構成していたこともあった。1両における客用乗降ドアの数は片側につき3枚であったが、1980年代よりバルパライソに配置された編成の中には2枚に改造された車両も存在し、この2種類では車内の座席配置も異なっている。ドア数の改造時期と並行して、 全面貫通扉状の行き先方向膜を埋める工事も行われた。窓及び座席配置は下の通りである。どちらの使用も基本的に前述のドイツ製 AM の置き換えとしてバルパライソ近郊電車で使用され、一時期はバルパライソサンティアン及びバルパライソロスアンデスの間の比較的中距離の運用にも使用された。アイスはいくつかの初期不良や座席が狭いことより、 コチョスユニックネームで親しまれた。1986年2月17日に、アイス -16 アイス -4 のプエルト発、サンティアゴ行きの電車と、アイス -9 のロスアンデス発、プエルト行きの電車が、正面衝突する事故が発生した。原因は当時チリの大統領であったピノチェトによる、独裁政治に反対する過激派により、事故の3ヶ月ほど前に、 現場付近の橋が破壊された線で応急処置されていたことに加え、信号ケーブルが老朽化で機能しておらず、さらにその導線の一部が何者かにより、転売目的で盗まれていたことによるものであった。スペイン語版のこの事故についての記事によると、公式では58人が死亡したと伝えられたが、軍は少なくとも159人の死者を確認したという。 この事故以外にもアイスは2回ほど過激派のテロリストによる攻撃の対象となっており、1980年代にはアイス -1 が、1999年にはアイス -5、アイス -10, アイス -19 が放火の被害にあっており、廃車となっている。アイス -1 は電動車のみの被害であったため、前述の通り残った TC は、その後 T 車代用で、 アイスマイナス -17、アイスマイナス -18、アイスマイナス -20 に挟まれ3両の中間として活躍した。20年にわたり、バルパライスを中心に活躍してきたアイスだが、1990年代の終わりにアイスマイナス -8 とアイスマイナス -14 が、ビオビオ州に転属し、ビオトレンで活躍を始めた。バルパライス近郊電車では1990年代より、 アイスを派手な広告で包み話題となった。このように親しまれたバルパライソのアイスも2005年から2006年にかけて工述するアルストム製の新型電車アルストム X トラパリス100にすべて置き換えられた。そして置き換えられたアイスの内中間 T 車代用の車両を除きアイスマイナス3アイスマイナス7アイスマイナス11 アイスマイナス13アイスマイナス15アイスマイナス17アイスマイナス18そして最後までメバルで活躍したアイスマイナス20の計8編成が先に転属していた前日の2編成の後を追いビオビオ州に移動したしかし8編成全てが使用されるわけではなく実際にビオビオ州での運用に入った車両はアイスマイナス11アイスマイナス17アイスマイナス18 アイスマイナス20の4編成のみであった。残りの4編成は、ビオビオ州内のいくつかの駅の側線に放置されたままとなっている。ビオビオ州では、2005年より、ビオトレイン以外の州内普通電車であるコルトラ派の運用にもついている。2019年現在、ビオビオ州で活躍する編成もアイスマイナス11と、アイスマイナス17の2編成のみとなった。 これらの2編成は予備車扱いであり UT-442 検査などの事情で離脱する編成が出るとダイソーで使用されるほかレトロな内外装や釣り掛け駆動の音を楽しめるオーターモーターエレクトリコとして時売り貸切りの団体列車にも使用される1993年にチリ国鉄に1編成が導入された記録が残る元スペイン国鉄の435系電車である この435系電車は1980年代にスペイン国鉄に在籍していたスイス製の電気機器を搭載しスイザーと呼ばれる436系と437系、438系電車を体質改善 MCRMC MC の 2M1T で一編成を構成し車内は革張りのクロスシートである運転台は他のスペイン国鉄や チリ国鉄の電車と同様の右側運転台であり、運転台と反対側の窓は行き先を表示する方向幕となっている。種車に存在した前面の貫通扉は埋められ左右、非対称のデザインに改造されている。パンタグラフは赤色のシングルアーム型のものを MC に2機搭載。なお、前述の通りこの上都の記録はスペイン側のみに存在しており、チリには 車両自体が上陸していない可能性が高く、詳細は不明。当時のチリ国鉄の整備基準では、運用が不可能であったことが調査により判明し、譲渡が取り消されたということが事実と見られている。スペイン国鉄に2008年まで在籍していた444軽電車を購入し、大幅にリニューアルしたものである。つ444と命名され、 購入した444.601から444.610の10編成のうち6編成が常時稼働している。編成は MCRRC からなる3両編成で、RC 車はサロンプレフェレンテと呼ばれる上級座席車両であり、客席は個別テーブル付きで通路を挟み1から2人掛け。同社には食事を提供する券売店のバーカウンターを備える。 他2両の普通車両の座席は通路を挟んで2から2人掛けであり、座席の向きは集団向かい合わせ式で固定されている。便所は真空式であり、営業最高速度は時速140キロメートル。1編成は2013年に発生した踏切でのトラックとの衝突事故により運用から離脱し、事故による被害の大きかったこの編成の MC 車は解体されたという。 当社は基本的にテレイジャーというブランド名が与えられている特急列車に使用され、サンティアゴとタルカ及びちゃんの間で運用されており、他客機になると予約が取れなくなるほどの人気がある。搭乗時は先頭の全面が黄色で、車体側面が灰色と青色の塗装であったが、後に車体全体が青色と白色を基調とした塗装に変更されている。 スペイン国鉄の440系近郊電車を本国の更新車である 440RK 及び470系とほぼ同様の外見に改造し購入したもので一編成は3両である。車内は通路を挟み2から3人掛けのクロスシートでスペイン時代のような二等級製にはなっていない。冷房装置は新たに床下に搭載された。1997年に 最初の編成が陸揚げされ、1999年から運用を開始した。UT-440 は、チリ国鉄の子会社であるトランセントロールの手により、サンティアゴと周辺の都市を結ぶメトロトレンとして運用されている。ビオビオ州とその周辺。このデザインはスペインでは、マイケロトレン、チリでは、モーデロカンセピシンと呼ばれるが、実際には、 名前の由来であるコンセプションのあるビオビオ州だけでなくメトロトレンでも運用される。同州の近郊電車はビオトレンと称されチリ国鉄の子会社であるフェザーにより運営されている。なおバルパライソ近郊鉄道に配置された UT-440 は2005年にメトロトレンとビオビオ州に転出している。UT-440 の車両としての 動力性能については、つマイナス444と、ほぼ共通であり、メトロトレンでは朝夕を中心に2編成を連結した6両での、運用も存在する。2005年にバルパライソの、近郊鉄道運営会社である、チリ国鉄市会社のメバルに導入された、フランスのアルストムが設計、製造した2両1ユニットの近代的な電車である。老朽化したメバルのインフラ設備全般の、 更新プロジェクトの目玉として登場し、バルパライソで非常に親しまれたアルゼンチン製のアイスをすべて置き換えた。形式名のトラパリスは、アルストムの製造、販売する近代的な均衡型車両のブランド名であり、コンセプトはフレキシブルモジュラー、すなわち柔軟かつユニット方式で組み立てられるという意味である。 車体デザインは先にオーストラリアのメルボルン近郊鉄道に導入された同名のトラパリス100をベースにしている。搭載する高性能なモーターと回生ブレーキとイグテイブフインバーター制御により、吊り掛け駆動方式と抵抗制御方式を採用する従来のアイスに比べ大幅な使用電力の削減がなされている。車内の座席配置は青いモケット木尻のセミクロス式で、 座席の持ち手は黄緑色に塗られて分かりやすくなっている。混雑時に役立つつり革も2列用意され、客用の乗り降りドアはボタン式。冷房や自転車置き場も搭載している。X、トラパリスモジュラーは2014年にトレンセントラルに2015年にバルパライソ近郊鉄道に導入されたアルストム製の最新型車両である。最高運転速度は 時速 120km。メトロトレンでは2編成連結の4両もしくは3編成連結の6両、メバルでは1編成単体2両での運用が多い。車内はクロスシートとなっている。この X トラパリスモジュラーは他の車両の置き換えのために導入されたのではなく、増える利用者に対応するために導入された。2019年8月にチリ国鉄が発表した マイナスに変わる新たな優等車両この車両は電気とディーゼルエンジンのどちらでも駆動することが可能なハイブリッド仕様であり、電車としては最高速度時速 160km で走行可能。それによりつ、マイナス444が4時間30分で走るサンティアゴタイチャンマを最速3時間40分で走ることが可能となる。 ディーゼルエンジンは緊急時のほか、チャンイナンに存在する河川が取り外された区間で使用することを予想し、サンティアゴ・コンセプシオン間の直通が可能になる予定。さらに最終的には、コンセプシオンとチリの旅客鉄道の最南端の駅で、あるプエルトモンとの間で運行する計画も存在する。2019年9月より国際的な入札を開始し、 翌2020年12月に中国駐車が落札したと発表された。最終的に4両6編成が導入され、同時に運用される区間の設備の大幅な改良も行われる。車体は裾絞りで、両端の先頭車は流線型のデザインとなり、乗客用の乗降扉は両開きのものが各車両の中央片側に一箇所設置される。2020年3月より導入され、 ビオトレンで活躍中のアイスと UT-440 をすべて置き換える予定の中国駐車制の電車である。3両重編成が導入予定であり、アルストムとカフと中国駐車で入札を競った結果、中国駐車が落札。非電化区間用の3両に編成の機動車とともに、ビオトレンへの納入が決定した。車内はクロスシートで車椅子スペースを配置し、 混雑時にも対応できるよう、釣り手棒の他に釣りカーを設置。乗り降り用の自動ドア上と車内端の天井には、案内用の電光掲示板も設置される予定である。3両での定員は813人。各車両をすべて取り扱うページは現在すべて、リンク切れとなっているため、ページのアーカイブへのリンクを一下に示す。鉄道ジャーナル社、第77ページ。 年間の出来事と87年の展望から2月17日、チリのサンチアゴ北西 140km のリマチェ近くで夜衝突事故が起こり少なくとも69人死亡、510人怪が。現場は伏線区間だが1年前に過激派の爆弾テロで一部を破壊され単線運転していた上通信線が切断されていたらしい。ありがとうございます。